じ。はい、レディーアクション。まあ、ハワイなんで気持ちはすごくいいですね。ただまあ昨日もみんなで話してたんですけど、1ヶ月間ハワイなんてもう絶対だらけちゃうんで、それがどうなの、大丈夫なのかっていう。あと途中でなんかこんなにいい気候でいい場所で、なんでこんなとこまで来て俺は仕事をしてるんだろうっていう風に素に戻っちゃうのは怖いですね。はい、OK。 はい、OK。 キャラクターとしてはそんななんかガチガチに作り込むような感じではないので、ほんとフラットに何ですかね、テンション的には自分に割と近い感じで できるんじゃないかなと思います。じゃあやってみましょう。はい、じゃあやってみましょう。はい、あります。はい、せーの。はい、助かった、泊まってくれて。いやちょっと恥ずかしいなって恥ずかしさが出ないように撮影で少しずつ山田さんになれたらなと思います。もともととっても人気のある作品なので、この作品のファンの方が多い分、きっとそういうもともとの作品のファンの方からもう受け入れてもらえる作品にしなくちゃいけないなっていうプレッシャーはありますけど、なんかこう日本のまたちょっと笑いに変えて、この50回目のファーストキス、新しく生まれ変わるかと思うととても楽しみなところも多いので、楽しく、面白いものを作れたらなと思います。